国家博物館が開館110周年を迎えた9日、展示会や学術フォーラムといった一連の記念イベントがスタート。国家博物館の前身は、1912年7月9日に設立された国立歴史博物館準備所。新中国成立後、天安門広場の東側には中国革命博物館と中国歴史博物館が建設された。2003年には両館を一つとした国家博物館となり、その後、改築、拡張を経て2012年に正式に一般開放された。所蔵品の数は現在140万点を超えている。開館110周年に合わせて同館は文化保護とイノベーションをめぐる開館110年来の努力と進展の展示を目指して100年よ考古学生化展ら博士様式寄贈古代貨幣展文化保護生化展を開催中。また記念イベント期間中にはイタリアの源古代ローマ文明展中韓日古代青銅器展などといった国際交流展も相次いで一般公開される。さらに国内外トップクラスの博物館33館との連携によるリレー形式のオンライン展示イベントを開始した。11日までの日程で展示は中国の博物館1から2館に5大陸いずれかの博物館を組み合わせる形で日替わりで行われ、展示品は合計約150点に上る。期間中には博物館長の解説が聞けるライブ配信も実施される。このほか、第2回世界博物館長フォーラムや中華文明の起源と脈絡、スマート博物館の建設などを提案とする7つの学術フォーラムも近く開催する予定。